ト最強の斉藤しおりです。清水由衣です。この度下松警察署安全安心大使に任命されました。今山口県そして下松市では嘘電話詐欺の被害が多発しています。特に被害が多くなっているのがキャッシュカードを騙し取る手口です。犯人は警察官、市役所職員、銀行協会職員などを名乗って電話をかけてきます。そして詐欺グループがあなたのキャッシュカードを使っていた、カードが偽造されているとか、令和になったのでキャッシュカードを交換する必要があるなど説明してキャッシュカードを騙し取ろうとしてきます。電話でキャッシュカードを渡して暗証番号を教えては詐欺です。怪しい電話はすぐに切って警察に相談してください。嘘電話に騙されないように気をつけてください。